マスター。すまない、緊迫した状況と分かっているが、そのシャワーを浴びていいだろうか。こんな時に不謹慎だとは承知しているが、もう我慢が効かないんだ。君は魅力的な女性だ。だからこそ話したい。ありがとう。では早速。いや、本当に助かった。実は昨日のメルトリリスとの戦いで毒を浴びてしまってね。シャワーで念入りに洗い流さないと落ち着かなかったんだ。どうしたマスター？壁におでこをつけて壁に向かってボディーブローを繰り返す。どんな特訓だ？気のせいだろうか、強烈な殺意を感じるのだが。そう見えるのなら謝ろう。どうやらまた知らないうちに極人の不況を買ったようだ。なぜレイジを構える？誤解があるようだが、私はそう堅物というわけじゃない。法律に反さない限り男女交際は積極的に行うべきだ。人間だって動物なんだから、そこは仕方がないだろう。本当だ。いや、しけしけ、気がつかなかった。女癖が悪いという自覚はないが、一般男性と比較すると好意は持たれやすかったようだ。ジェームス・ボンドを知っているかい？私の交友関係なんてあんなものだよ。仕事が絡めば見目麗しい女性との関係は避けられないが、仕事が終わればそれまでさ。最後には報酬を横取りされたり、銃で撃たれたり、実は長官の娘だったり、ダンプカーごと突っ込んできたり、実に物騒だろう。まあ実際はそんな女性ばかりではないのが救い。救いが、あれ、バカな、甘い展開が一度もなかった、だと。いや待て、いくらなんでもそんなはずは。よし、忘れよう。この件はもう終わったことだ。これからは未来に生きる。
た珍しい質問だな。可愛い子なら誰でも好きだよ、俺は。だがまあ、根本的に巡り合わせが悪いというのが結論だったな。メルトリギス司会き、なんでもない。冷蔵の感想も終わったようだ。時間を取らせてすまなかった。予想外の話題になったが、気持ちを切り替えよう。これからもよろしく頼むぞ、マスター。一人ぐらいはいた気がするが、誰も彼も長続きはしなかった。学生時代からそうだったな。付き合って半年もすると別れることになる。女性には振られてばかりだ。だが今ならあれは自分が悪かったのだとわかる。私はどうも悲観主義が過ぎるらしい。幸福の中にいると不意に叫び出しそうになった。幸福を感じるたびに憤りから自分の首を絞めたくなった。お前はそんな幸福なところで何をやっているんだと、自分自身に形のない罪を告発されているようだった。私はある災害で生き残った人間でね。それ以来生き残れなかった人々に報いなければという恐れがあった。自分は幸福になってはいけない。自分は多くの人間を見殺しにした非人間だとね。馬鹿げた脅迫観念だよ。若かった自分はそれを人に打ち明けなかった。自分だけの問題だと抱え込んだ。女性は皆勘のいい生き物だからね。隠していても見透かされていたんだろう。だから彼女たちは皆一様に自分では手に負えないと去っていった。当然だ。彼女たちが私を見限ったんじゃない。私が人を信じなかっただけの話だった。